村誠と言います、あのニコ生から来ましたって一言あってもいいんじゃないの、なんで俺より閲覧が多いの、なんで挨拶してくんないの、村誠のが有名は、ふわっちだったら俺の方が有名だから挨拶最初するべきだから、うん、ふわっちの歩き方知らないの、うん、コラボしてやんねえかんなマジで、挨拶するのが先だろうよ、芸能界と一緒なんだから。 村誠と申します、あのニコ生バンになっちゃったんで、あのご挨拶に来ました、あのちょっと配信させていただきますんでふわっちでって、ねえそういうのないの、俺だったらするけどね、俺ニコ生ふわっちがバンになっちゃってね、ニコ生で配信することになったら俺一人ずつねご挨拶行くけどね、俺だったら、うん、だから社会経験ないんじゃないの、うん、なんか挨拶してる、何が挨拶してる、してないよ、俺にコメント書いてないじゃん全然、今誠治に挨拶してる、してないじゃん、今コメント来てないじゃん、村誠が誠治に挨拶してる、あ配信で、あこれはこれはニコ生の村誠さん、あの誠治クレイジーパピョンと申します、あのニコ生バンになっちゃったそうで、あのふわっち頑張ってくださいね、あの体当たり系配信者っていうのを聞いてます、あの結構ねこっちのサイトも結構厳しいんですね、結構厳しくて結構大変だと思うんですね、あのもしね分かんないことあったら聞いてください、あのふわっちで教えるんで、うん、あ花火めっちゃ飛んでる、あよかったっすね、分かんないことあったらね教えるんで、本当に俺のこと言ってる、これ挨拶は大事ですよ、どの世界でも、うん、あ釣り目面白かった、ふわくまり、うん、これ本当に挨拶してんの、 今ちょうど言ってる、あ言ってる、ふわっちの人ですかって、あふわっちでやってます、よろしくお願いします、人気者だから覚えといた方がいいですよ、ふわっちの人、ニコ生見たことないよっていう人ほとんどだと思うから、うん、誠治さんってずっと呼んでる、あ村誠さんね、頑張ってくださいね、ふわっち、うん、すいません、誠治クレイジーパピョンと申します、うん、なんかめちゃくちゃ面白いね配信者さんらしいよ、うん、ねえ、だから花火でも稼げるしね、ナイスでも稼げるから、アイテム上がんなくても閲覧だけは多いよね、あのナイスだけ押してくれるリスナーさんだけ多かったらそれだけね、お金になるんで、2秒で終わった、はぁ2秒しか紹介してくれてないの、俺のこと、俺より閲覧多いのに、許せねえな、2秒ってなんだよ、なんで、はぁ、え、ナイスどんぐらいなの、村誠さん、あ、300か、あ、でも多分ごめんなさい、僕ね結構ふわっち研究してて、今1000いくつ閲覧で、ナイス300でしょ、これ1週間後に閲覧300切ってます、これ今ニコ生バンになっちゃってふわっち移動してきて今ちょっと盛り上がってるだけなんで、あんまり閲覧は気にせずにやった方がいいと思います、女の子の配信者って閲覧いらないんですよ、うん、だからもうちょっと稼ぎたいんであれば女の子は閲覧をもうちょっと落とした方がいいですね、で少数精鋭でねやってった方がいいです、うん、閲覧多い子って稼げないから、女の子で、男は別にね閲覧は多くてもいいけど、女の子は何千人って集めちゃうと相手も飛ばないのよ、誰か投げるだろうとかなっちゃうから人任せになっちゃうのよ、
うん、投げてる人が少額になっちゃうのよ。うん、少ない人数で配信してるとその人がすごいなんつうの責任感が湧いてくるのね。俺が投げなかったら誰が投げんだってなっちゃうのよ。それでめちゃくちゃ飛ぶのよ。責任感がなくなっちゃうのよ、人数が多いと。やっぱりどうしても、うん、あ、村真子は女の子って枠でやってないの。あ、そういう子なんだ。女捨ててるってこと。あ、そうなんだ。あ、分かんなかった。あ、そうなんだ。じゃあ閲覧多い方がいいかもね。うん、なるほどね。そう、課金リストが目立たなくなっちゃうのよ。食べたでしょ。まだ欲しがってんね。顔震わしてんねんけど、こうやってめっちゃ震えてる。めっちゃ震えてんねん。わかる、これ震えてんの顔。やばこうやって くれるんじゃねえかっつって、もっとくれるんじゃねえかって。ほら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 、ねえ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 って、ほら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 、めっちゃ欲しがってる。やばくない。そっち系なの。鼻くそとかヘとかこいて、桃奈々ちゃんみたいな感じか。あ、じゃあ人気出るわ。それは人気出るわ。うん、もう失うもんがないでしょ。めっちゃ欲しがってる。やばい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 。どうしたらいいの、こういう時。あげていいの、あげていい。じゃあナイス100であげます。ナイス100で。あ、ともちゃん、おやつあげて。おやつあげるか、じゃあ。あるママ。バナナじゃなくてってこと？バナナめっちゃ欲しがってんだけど。何あげる？なんかある？そのバナナめっちゃちょっとだけあげる。これちょっとだけあげる？ちょこっと？めっちゃちょっとでした。めっちゃちょっとね。めっちゃちょっとよ。わかった？あげる。あげる。うん、食べてな。うん、おいしかった。うん、よかったね。プップバナナは？はい、プップおいで。じゃあおいでて。プップーマーだ。でかいでかい。これでかい。でかいこれ。でかい。こんぐらい。これだけ。食べた。癒されるでしょ。犬はね、なんで飼うか、癒されるから飼うんだよね。めっちゃ美味しかった。うん、家族になるんだから。人間と同じだよ、だから。うん、俺のバナナがでかいに決まってんだろ、こんなの。比べようがないぞ、こんなちっちゃくて。めちゃくちゃでかいよ、俺。でもさ、最初チワワ飼おうと思ってもさ、途中でさ、あれポメラニアンの方が可愛かったとかさ、そういうのになんない？大丈夫？目移りしない？ずっとチワワ愛してくれる？そこだけよく考えてね。うん、パピオンとかいろんな小型犬いるじゃない。で、インターネットの時代じゃない、いろんなワンちゃん見るじゃない。ほら、シーズーかなとかなっちゃうでしょ。絶対これって決めたらその子だけ愛してあげる気持ちはあるの。うん、その強い気持ちだけ持たないと。目移りしちゃうとね、かわいそうだからね。俺はね、女でも犬でもね、目移りは絶対しないんでね。この子って決めたらずっと愛す気持ちで付き合ったりするんで。あ、おっぱい大きい方が良かったかなとか、お尻が大きい方が良かったかなとか、もうちょっとぽっちゃりしてる方が良かったかなとか、ね、いろんなその目移りっていうのはやっちゃうんでしょ、みんなは。僕はやんないから、そういうのはないからね。どうせ付き合うんだったらね、こういう女の子良かったなとか、うん、僕そういうのないんで。
ずっと浮気したことないですよ。だから一回もないです、浮気なんか。今まで僕結婚2回してるけど、付き合ってきた女の子ね、何十年っているけど、一回も浮気したこともないし、うん、ミニチュアダックスオンリーいいね。そういう人に飼ってもらいたい、ワンちゃんって。うん、この子しか絶対愛せないって。うん、そういう人になってほしい、みんなも。なんか30代40代の浮気って結構多いみたいで、飽きちゃうんだろうね。うん、飽きないで愛してあげて、奥さんね。仕事で帰ってきてさ、臭いとか言ってるような嫁さんダメだからね、マジで。旦那さんのこと臭いとか思ってる人いる？一生懸命家族のために働いて帰ってきてんだよ。それはさ、臭いのは当たり前じゃない。一生懸命汗かいてさ、家族のために働いて帰ってきてんのに、お風呂入る前なんだから臭いに決まってんじゃんよ。うん、臭いから最初にさ、お風呂入ってって言う嫁さんはバカだと思うよ、俺は。いるでしょ、この中に。自分の旦那が臭くてもう無理っていう人ねえ、ダメだよ、そういうのは。愛してあげなきゃ。誰のために頑張ってんのよ。そうでしょ。おい、そういう女許せねえよ、マジで。かわいそうだよ、旦那さんが。うん、ねえママ、ん、臭かったね。誰がパパ臭かった？うん、私は言わないです。結婚して32年、すごい、素晴らしい。皆さん、ミーさんに拍手。素晴らしいね、32年間。すごいよ。こういう人がもう本当に素晴らしいね。一回も臭いと思ったことがないって、旦那さんのこと。愛だね。素晴らしい。見習ってよ、マジで。こういう人。なかなかいないよ。うん。旦那の匂い好き。もう愛してあげてよ、旦那さんのことね。お風呂入んないでもさ、玄関まで帰ってきたら旦那さんのチンポしゃぶれるぐらいじゃないとね。仕事から帰ってきたら、お帰りなさい、ただいま、ちょっとあんたズボン脱いでしゃぶってあげるから、しゃぶりたいから。そういう女性じゃないとダメだよ。洗わなかったらしゃぶれないでしょ、みんな。汗だくで帰ってきた旦那さんのチンポをさ、いるでしょ。しゃぶれる？臭いチンポ。うちのママね、しゃぶれるんですよ。なあママ、俺風呂入んなくてもしゃぶれるよな。しゃべれるだろ。うん、はい。こういう女性になってください、皆さんね。理想の女性です、こういう人と結婚しないとね。だから僕はこの子と結婚するって言ってんの。はい、トンチキ。ありやす。ウェットティッシュで拭かれる時もあるよ、そりゃ。相当臭い時ね、俺が。うん。それマジで臭い。マジで臭い時はウェットティッシュで拭かれたことありますよ。まあ数えるぐらいだけどね。毎回じゃないけど、私もできる。めっちゃ臭い口でも大丈夫。わあ、いいね。
そういう女の子マジで、あの男からしたら好かれるよ。あ、こいつめっちゃいいわってなるよ。あの奥ちゃん何回も連投しないでね。見てるから。読まれないってことは大したコメントを打ってないってことだから。奥ちゃん今日初見さんでしょ。あの見てるから、うん、読まれないってことはそういうことだから。拾っても話がこう広がんねえなと思ったからね、ごめんね。こっちこそ、うん、偉いよね。申請法系でもいけるのか。いけるでしょ。うちのママのこと言ってる。俺が申請法系だったら喋れんのかってことでしょ。喋れるでしょ。そりゃ喋れるでしょ。ママ俺が皮を今むくことはできるけど、むけない状態のチンコで申請法系ってあるね。え、何しても無理ってこと。無理。そんな勃起してもカスが溜まったまんまのチンコがあるの。実在するの日本には。世界にもいるんだけど。それ喋ってくれる。俺が申請法系でも。いや、あのね、風俗嬢とかも嫌がられるんだけど、あの赤がずっと溜まってるのね。赤ちゃんの時から一回もめくったことがないから洗えないのね。うん、半端なく臭いんだけど、それでも喋ってくれるよね。え、見えんの。あれ赤が、赤は見えんの。いや、臭い、匂いは臭いんだけど赤が見える。こうキュッてなってるところ 白くなってる。もしかして新生方形、確か多分皮でクシュクシュってなってるから見えないかもしんない。どうなの。目測で見えるの。もう白いカスは見えるんだって。カスが見える新生方形なんだけど無理。俺がそうなったら手術しようって言うって。だから無理なんだよ。好き嫌いしダメだって。聖地復活 みたいな、外配信期待します。あー、どんちき、いつもね投げてくれてる人ありがとうございます。見えないほどに皮で覆われてるから大丈夫だ。めくれないのに臭いんだよね。だから臭いんだよ。臭いの、めちゃくちゃ臭い。だから匂い嗅いじゃダメだよ。でも俺男目線で言ったら臭いんだけどって言いながらしゃぶってくれる女の子はめちゃくちゃ興奮するね。うん、臭い臭い言いながらさ、イカと魚を混ぜた匂いだった。あ、徳目さん、どっち。誠司さん、なんで匂いの臭いの知ってるの。だからそれは臭いでしょうよ。自分だってオナニーしてね、次の日普通のティッシュで拭いてね寝るじゃないですかね。次の日めちゃくちゃ臭いんですよ。あのおしっこすると皮むくんですけど、オナニーして夜オナニーするじゃん、夜で、次の日の昼とかに皮むいてねおしっこするときめちゃくちゃ臭いから。そういうことなのね。そういう人は皮かぶったまま入れれるよ、入れれるよ。剥けないんだから。あの剥こうとすると痛いのよ、うん、痛い、痛い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 なの。だから剥けないんだから。それに痛みがなかったら剥けるんだから。無理やり。それ一番ねきついのは風俗嬢の方なんですよ。ほとんどの人は火星包茎で、あの勃起したら剥けるんだけど、勃起してなかったらちっちゃいままだと皮がトゥルンって戻っちゃうから、皮が多すぎてね、うん、あのね昨日配信者さんとね銭湯入ったんですよ。ほとんどが火星包茎ですよこれ。なのにあの和蔵さんに関しては僕見たんだけど、火星包茎なのにわざと皮を剥いて湯船に使ってたんですよ。これ見えるでしょ。だからほとんどの人がそうなのよ。
人を出してね歩いてきたんですよ。めくって火星方形なのに。見えはんのよこれね。笑ってるけどみんなもやってるからね。これ火星保険の人いるでしょ。スーパー銭湯とか行くとき抜いてお風呂入ってるでしょ。みんなやるのよ。男は俺向けてっからみたいな。うん、やるでしょ。どんぐらいの川ぶっちゃけ火星保険で銭湯とか行くときはタオルで隠しながら皮むいてお風呂行ってますっていう人どんぐらいいんの？あれマジで多いよこれ。ほとんどの人そうだと思うよ。火星保険の人ほら見てごらん。うん、いるでしょ。立っても向けないんだよ。だから風俗嬢の人はかわいそうだっつってんの。うん、手術してんでしょ。いや、嫌なんだよね、多分ね。コンプレックスなんだろうね、火星方形が。股関節ね、何どうなってんの、チャポちゃんは。手術したの？うん、手術するほどじゃないって言われて、今多分座る位置をめっちゃ決めたい。股関節はなんか悪いのよ。なんか関節外れやすいんだって。でも今、全然大丈夫。座るポジション探してた。いや、トイレじゃない、トイレじゃない。そう、チャポは絶対トイレ。トイレで、うんことおしっこするからね、絶対。うん、いや湯船川だらけ。いや川だらけって どういう意味？川だらけ、湯船川だらけってどういうこと？チンコの川が浮いてるってこと？取り外せないからね、チンコの川は。何を言ってんだろう。何湯船川だらけってどういう状況？チンカスだらけってこと？それを言いたい、もしかして。チンカスかけないからね。チンカスだらけじゃないよ、ちゃんと。スーパー銭湯って全部体洗ってから入るでしょうよ。かけ湯しただけで入るバカいる？ちゃんと洗ってから入るでしょ普通。